Everyone, let's enjoy the abacus. 今日はですね、7月15日水曜日、お昼の1時半ぐらいですね、撮影日時、CM だけさせてください。安沢愉快で宇都宮大会2020オンラインですね。本番は7月26日曜日の9時から、10時まで。19日、次の日曜日ですね、19日の日曜日も、急遽もう一回5日にも練習したんですけど、ちょっと参加メンバー増えたんで、19日日曜日も練習します。もうですね、19、26両方とも、この YouTube チャンネルで、試合の様子配信しますので、ぜひ見に来てください。参加選手全員マスク配りますね。ちょっと若干このマスク子供にですね、ちょっと、渡したところ、小学生だとちょっとちっちゃいのかな、あ、ごめんなさい、大きいのかな、少し大きいのでごめんなさい。もし選手でですね、すごくいいものなんです。もの自体はすごくいい、何回でも洗っても使えるやつなんで、ちょっとこのロゴが恥ずかしいって言った生徒もいましたけど、実際に見てみるとすごくものがいいのは分かってもらえます。ですから、もし選手がこれ大きいなと思った時は、パパママ、おじいちゃんおばあちゃんにぜひぜひ渡してあげてください。はい、じゃあそれではですね、今日も撮っていきたいと思います。この YouTube ですね、ソロバン保護者会ではですね、ゴリ先生の教室で月1回発行する、ソロバン、教室通信の中から、もっと深掘りしたいテーマをですね、一個一個ピックアップして、この動画にしてもっとより深掘りしていくという内容です。今日のテーマ、ソロバンで育む忍耐力。なんでこの色なんだろうな、今回ごめんなさい、色をちょっと変えますね。いつも赤ですもんね。はい、ソロバンで育む忍耐力。これゴリ先生、この YouTube の動画をもう3ヶ月ぐらいやってきてます。もう今年に入っては毎日、基本的には週6ぐらい、6.5 ぐらいになってるんですかね、今。まあ、それぐらい忍耐力には自信あります。そのゴリ先生が忍耐力について話しますので、ぜひ最後まで聞いてみてください。それではやっていきますね。世の中、簡単、便利、素早く、手軽に、という風潮が強まってますよね。本当にそんな感じになってます。便利な世の中になりましたってやつですね。日常生活が便利になるのはいいことですが、教育の世界でも同様の傾向がありますと。教育の世界も同じような、簡単便利素早く手軽に、まさにここ最近のオンライン学習なんかはこの流れですよね。オンライン学習はまさにこの流れになってきてると思います。今後も加速していく感じですよね。世紀のタイトルでも、誰でもわかる、猿でもわかる、これ一冊で大学1年分嘘つけみたいなね、これさえわかれば合格、本当にみたいな、などいかに時間をかけずに効率よく学習できるかというタイトルが目を引きます。もうこれタイトルが目を引く、これに関してはもうしょうがないですよね。出版社のプロがいますからね、やっぱり売れるタイトルというのをどうしてもつけてしまいますから。そろばんも例に漏れず、先生もっと短期間で楽に上達する方法はありませんかと、聞かれることがあります。もしあるんだったら逆にぜひちょっとゴリ先生に教えてほしいんですけども。確かにそうは言っても、私たち指導者にとって効率よく学習してより計算力を高める学習法を研究していかなければなりません。まあそれはそうですよね。効率よく学習してもっともっと、計算力を高めれる効率のいい方法を考える、それはまあ日々やらなければいけないことなんですけども、残念ながら一夜漬けで飛躍的にソロバンが上達することはありませんと。なかなか現段階ではまだ見つかってないというか、どうしても手段式暗算をイメージしてもらえば分かる通り、練習量に能力が正比例していく、これがソロバン学習のいいところでもあるので、ここら辺はやっぱり変わらないですよね。でソロバンの良さは皆さんご存知の通り、よく聞いててくださいね、単なる計算道具ではないんです。ソロバン学習は単なる計算能力
道具ではないんです。能力開発の道具でもあるんです。もうむしろゴリ先生はこの能力開発、まあ能力の脳を、頭脳の脳に変えたりのゴリ先生はしますけど、能力開発です。目標を達成するためには意欲、忍耐力、自己抑制力がベスト。それを鍛えるためにもソロ版は大いに役立ちますと。ソロ版はこの能力開発、能力開発のよくゴリ先生は頭のいい子、地頭がいい子、地頭がいい子を育てたいという話をよくしてるんですけども、地頭がいい子を揃えるために、貧乏父さん、金持ち父さん、貧乏父さんですか、の金持ち父さんの方ですね、とにかく地頭を鍛える、その道具としてゴリ先生はソロ版を使ってますよということですね。どんどん便利で手軽になる世の中だからこそ、コツコツと努力を積み上げること、毎日毎日ゴリ先生一本ずつ動画を上げていくんです。コツ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 積み上げるんです。苦しいことにも歯を食いしばれる経験を幼少期にさせることは大きな意味を持ちます。ちょっと一つこのコツコツ努力を積み上げること、これよくゴリ先生のチャンネルでも言うんですけど、積み上がる努力と積み上がらない努力があるので、これちょっと気をつけてくださいね。またそれは一つの動画として上げなければいけないので、ちょっとここでは省きますけど、毎日毎日動画を上げればいいんではなくて、積み上がってく動画と積み上がらない動画がある。もう極端なし、イメージがダウンする動画を毎日毎日上げる努力をしたところで成果にはつながらないですね。やはり目的に、目標に向かって積み上げれる動画をアップしていくから、どんどん目標につながっていくと。改めて動画にあげます。大事なことなんでですね、とにかく覚えておいてほしいのは、やればいいってもんじゃないということですね。勉強もそうだと思います。積み上がる努力と積み上がらない努力、とにかく積み上がる努力を選んでやっていくべきなんですね。キロ歩いてくださいと言われれば大抵の人は行くことができるでしょう。しかし1ヶ月毎日歩くとなるとなかなか大変です。1年間毎日1キロを続けることができる人はすごい人だと思いませんかということですね。簡単にまあ1日1回だけ1キロ歩いてくださいと、それを毎日歩いてください、それを1年間続けてくださいとなるとよっぽど大変ですよねということですね。あ、いいですか、ゴリ先生がその3年以上3年3ヶ月、毎日毎日動画を続けれた理由はちょっと最後に話しますね。大人になって活躍してる人は特別な能力がある人ではなく、努力を続けられる人、そうなんですよね、努力を続けられる人なんです。プロのサッカー選手、サッカーが好きなだけではなくて、やっぱり上手くなるために努力を続けている。英語が喋れる人、何かしらの目標があるから毎日英語のトレーニングができる。それと一緒ですね、辛いことを乗り越えて達成の喜びを味わうためには周囲の応援が必要です。子供が諦める前に大人が諦めてしまわないでくださいと。努力を続けるのに周囲の応援が必要です。これゴリ先生は違うと思ってます。何が必要か、じゃあ周囲の、まあ周囲の応援も当然パパママの応援も必要なんですけど、じゃあパパママが応援したからといって、子供がどん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 何でも習得していくかっていったらそうではないんですね。じゃあ何が一番必要か、目標なんです。何度も言いますけど、この動画でいろいろと何度も言い続けましたけど、目標なんですよね。しかも明確な目標なんです。明確な目標なんです。大人であればこの明確な目標っていうのはしっかり持てるんですよね。例えばゴリ先生、昨日の動画でも話しましたけど、明確な目標が持ってます。チャンネル登録者数で8000から9000、まあそれをなぜ目標にしてるかっていうのはちょっと昨日の動画見てもらえればいいんですけど、明確な目標があるんですね。明確な目標が、例えば英会話が、もう英語が喋れるようになる、もう明確な目標を持つことですよね。変に勉強学習方法とかいうものよりも、まず英語を
喋れるようになって何をするかですよね。例えばゴリ先生が今英会話を勉強してるのは、やはり英語でいろんな人にソロ版学習を教えれるようになりたいという明確な目標があるんですね。明確な目標があると、じゃあその目標に向かって遠回りしないですよね。じゃあリスニングの前にしっかりスピーキングを練習してからリスニングをやらないと、なかなか耳に入ってこないよ、あのネイティブのスピードはとか、いろいろと自分で研究し始めるんですよね。じゃあ遠回りを避けるために、あくまでゴリ先生の目標は英語でソロ版を教えたい。じゃあリーディングに関しては後回しでいいや、むしろまずそこはもう完全に飛ばしちゃってもいいやという感じの目標ができますよね。ただ大学受験のために英語を勉強するとかってなると、やっぱり知識のレベルを測られてしまいますんで、普通に関してもしなければいけないという形になりますし、とにかくまず目標なんですね。じゃあゴリ先生の場合は大人だから、この明確な目標が自分で設定できるんです。じゃあ今ソロ版学習をやってるメインの子供たち、大体小学生をメインとする子供たちが、この明確な目標を持てるかというと、さすがに難しいですよね。まださすがに難しいと思うんです。ここで周囲の応援が必要になるんです。当然自分で明確な目標が持ててしまえば、もうあとは自分で学習方法とかもどん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 探っていけますからいいんですけども、なかなかやはり小学生でここまで明確な目標をセッティングするっていうのは難しいんです。そこでパパママの力を貸してくださいねという話なんです。ですからパパママがなんでソロ版学習をしなければいけないんだよというお話をしてあげてほしいんですね。それはパパママが経験してきた内容でもいいですし、にはこういうような将来こういうような世の中になるので、その時にこの力が必要なんだよっていう話をしてもらってもいいですし、あとはご自身の経験談を話してもらってもいいですよね。逆に今ソロ版暗算とかをですね、やってって来られてやられなかったパパも大勢いると思います。そういう時に、この前うちに無料体験来てくれたママがいいこと言ってましたよね、全然自分はやったことないんだと、ただやっておけばよかったという後悔があるので、自分の娘さんにはその後悔はさせたくないので無料体験行きました、やらしたいと思いますという、すごく嬉しい話をしてくれました。もうそんなことでもいいんですよね。ご自身のお子様に何も経験値があるから話せる、経験値がないから、説明できないというわけじゃなくて、経験値がなければやはり過去を思い出してもらって、今周りの人たちを見てもらって、ああいう人になってほしい、じゃあああいう人に、例えば社長になってほしい、じゃあ社長になるためにはやはり数字の管理が必要なんだよ、じゃあその数字の管理というのはやはり小さい頃からある程度頭の中で計算できるような、能力身につけておいた方がいいよね。やっぱりママは、例としてですね、一つの例として、A 君に将来社長になってほしいよな、お金持ちになっていい車乗ってほしいよなというお話をしようとした時に、社長になって、お金の管理っていうのは必要なので、数字やっぱり強くなってほしいなママっていう話をしてくれると、私大好きなママからそんなこと言われてしまったら、それがまずは一旦ママとお子様の共有の目標に変わります。これが小学生から中学生、あとは高校生に変わっていくと、どん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 その目標っていうのが自分でセッティングできるようになってくると思いますので、で大人になってしまえばもう完全に自ら目標を設定できます。その時はもう当然お父様お母様がアドバイスすることはないと思います。それまでの過程で、今この段階では自分でなかなか明確な目標を設定しづらいと思いますので、パパママお子様の共有の目標を設定してみてください。その目標が、設定が強ければ強いほど、この忍耐力結構ついてくると思います。このチャンネルではですね、このように子育てや習い事をテーマにしたですね、お話をどんどんしていきたいと思いますので、またこのチャンネル見に来てくれると嬉しいです。あとは暗算運用会では宇都宮大会ですね、ぜひ
19日の日曜日、また練習のライブもやります。26日の日曜日、本番のライブもこのチャンネルでやりますので、またそちらも見に来てください。よろしくお願いします。それではまた。